第4回目の今日でチャレンジなんだけど、いやだもん。いやでも揃ってきてやっぱ迫力が出るね。かわいいね。ハッピー、ポッケ、ピカット。ピカットの髪がこう特徴的なね。かわいいよね。やっぱ揃ってくると迫力出てきていいね。で、今日こそは絶対に狙いの。今日こそはこの俺の一番の推しのやだもんを出したいね。この意外が頭がたまんないよね、やだもんね。ブルル、あとタズラも俺好きだからね、タズラも出したいんだよね。ブルル特徴でナスビみたいなブルルもいいし、怖がり屋ので、忘れ物ポッケ当てたしょ。で、食いしん坊のモグもこれ栗みたいなね、頭も可愛いよね。で、チラカシ屋のポイットに、アイデマのピカット、ガンバ屋のガンガンに、マレッコのマネリンと、そしていつも親切なハッピーに、笑い坊のゲララに、知りたがり屋のナーニということでね。で、これもビレバンで、もうビレバンで売ってるからこれマジで、ビレバン以外で見たことないんだわ。だからみんなもね、欲しい人いたらぜひね、ビレバン行ってみて。ビレバンにあるよ、これ。ビレッジヴァンガード。君がいるから、面白い一直に捨ててる。やだもん。やだもん、来てくれてるってう。で、これ、ね、匂いがね。いや、これ袋もね、コレクションだからね。袋もね。フルーツミックスの香りっていうことね。今日もね、フルーツ、これも終わったらいつもとね、同じ、ぶち込んで、袋にね、ぶち込んでね、フルーツミックスのゴリラになろうとは思うんだけれども、今日、ヤダモンと一緒に入りたいね。ヤダモンゲットして、ヤダモンと一緒に、フルーツミックスの香りを、いきます！ダメリ！さて、あ、緊張。ドキドキするね。このシワシワ。いや、待ってる間、ドキドキするね。これカプセルに入ってるから、カプセルがポロンって出てくるから、比較的ね、早く出てくるんだよね。カプセルにあるやつ、入ってるやつね、結構早いんだわ。こういうね、カプセルに入ってるんだけど、これユーマのシリーズと同じで、あ、もう多分見えるよ、これ。やーだー、もうやーだー、もうグリーンだったら嫌だもんだから、お願い、嫌だもん、来て。こんな子いるからのさ、メンツをさ、今このね、この時代に、今のこのすごい昔、30年以上前だもんね、ゲットできるのすごい幸せだよね。クオリティ、おっ、嫌だもんか。ちょっと待って、色的に、待って待って、色的に嫌だもんじゃねえな。あー、もうじゃこうは、あのもじゃもじゃ頭はポイットじゃねえか。ティッシュで拭きまして、絶対、あ、ポイットだわ。こいつガチャのパッケージにいたのに出なかったのよ。コンプしてたのにさ、もうすでにコンプしてるのにこいつもいるって勘違いして、しかも真ん中にいたんだよね、この辺に。これなんかね、こうなんつうの、縄跳び、あ、電車ごっこだ。電車ごっこして、なんかこうロープを持ってるパッケージだったんだけど、それポイット いたのさ。で、ポイント以外は全部出てて、ガチャガチャで。で、ポイントが出て、なんでポイント出ねえんだろうなと思って、よくよく見てみたらさ、あれだったんだよね。ポイントがラインナップに入ってなくて、パッケージにいるじゃねえか、みたいな。パッケージにいるのに、ラインナップに入ってなくて。やったー、ポイント初ゲット被んないね。被んないでうまい具合出てきてくれるわ。ポイント、かわいい、このもじゃもじゃ頭がいいね。ポイントとピカット、揃ったね。おー、いい感じ、いい感じ。今日はね、チラカチアの、ポイント。シラカシアのポイントっていいな、しかもな。ポイント、ポイントしまく。シラカシアのポイントと、おー、ハッピー。で、ピカット、アイデアマンだからね、ピカット。うわ、めっちゃいい感じになってきたね。これディスプレイ買ってくるかな？なんかちゃんとしたケースに入れて飾りたいね、せっかくのね。フィギュアこれ集めてる。うわー、揃った4人。揃ったよ、ポッケ、ピカット、ポイント、ハッピー。ただ嫌なもんが出ねえな。くそー、やっぱ欲しいやつって出ないんだよな、なかなか。毎回そうだよね。ほんとにさ、レアでもなんでもないでさ、欲しいやつが出ないんだよね、毎回。このシリーズ限らず、いろんなやつ。すごいよね。いや、不思議な力ってあると思う。なんかこう、ね、目に見えない力、科学では解明できないようなさ、これなんで毎回これ出ないやつあんのみたいな、欲しいやつ、しかもね。しかも欲しいやつなんだよ、レアとかじゃないのに。今回、その俺が嫌なもんになりそうだな。どうしても欲しいんだけど。コンプできないにしても、まあ絶対コンプするけどね。コンプするまで買い続けるから、これはもうコンプするまで、でも次回あたり被りそう。次回あたりもうそれ被りそうだから覚悟を決めておかんとな。でも被っても可愛いから嬉しいからね、今回のポイント見て。散らかしのポイント。超可愛いね。いやー、よかった、ゲットできて。ということで、今回は散らかしのポイントとね、なりましたと。降臨ということで、また次回ね、次の。ヤダモンの回でお会いしましょう。絶対ヤダモン出すぞ、次こそは。それではでは、早速ね、湯船にドブリしてくるわ。いやー、今日はね、ヤダモンと一緒に入りたかった。ヤダモンと一緒にね、お風呂にね。